ジャンボの愉快な旅クラブ。旅は人生を豊かにするジャンボツアーズがお届けします。おはようございます。さあ今日はクルーズのお話。後ろこのクルーズ、こっちだ、クルーズ。さあコスタセレーナ11万4500トン18階建ての船を夏を迎える7月から9月の初旬にかけてご用意することができました。さあ7月2日からクルーズがスタートするんですが、すごい僕からリコメンディング、おすすめのコースご紹介します。7月6日のご出発、朝早いんですが7時15分に日本トランスオーシャン航空の飛行機で福岡に飛んでいただき、添乗員ももちろんご同行させていただきます。さあ福岡で専用貸し切りバスで九州自動車道で長崎の方に行きまして、長崎の市内の観光をたっぷりしていただいて、この船に乗っていただきます。さあ船を出港しまして、翌日七夕の日は韓国チェジュ島に到着です。チェジュ島の観光を組み込みました。夕方韓国チェジュ島を出港しまして、南下していきまして、翌々日台湾のキールに到着して、台湾の観光組み込み入れさせていただきました。食事が、船の中でのお食事が全部ついて、韓国最終島の観光、台湾の観光お付けしました。もちろん添乗員もご同行させていただいて、コスタセレーナ11万4500トン古代ギリシャローマの時代の神話の神々の家をテーマにして作られた船。さあ船の船首の方に3階層、そうですね、5階6階7階、3階フロアであの大シアター、1350名のお客様が毎夜毎夜いろんなショーを楽しんで、もちろんショーもただ船の中でお食事を、ちょっと小腹が空いたな、バイキングレストランに行かれたり、コースのフルコースディナー、セットメニュー、いろんなお食事食べていただき、全部ツアーの組み込んで8万9800円からご用意しました。韓国と台湾と両方クルーズで回るコースないと思ったんで、目利きの僕がこのコースご推薦します。さあ他には石垣島や宮古島と台湾キールンの方に組み込んだコースとか、盛りだくさんの内容で皆様方にご案内していきますので、ぜひこのチャンスに川千葉へ、梅雨が終わって川千葉へが吹いて夏本番を迎える沖縄でクルーズ楽しみましょうよ。しかも手頃プライスでご用意。この番組はジャンボツアーズがお届けしました。さあ来週は国内旅行と海外旅行の新しいニューコースご案内します。また来週。